美味しいすき焼き食べたいねとなると、ここのお店が選ばれます。すすきのにあるすき焼き三幸舎さん、創業の大正6年より代々受け継がれている秘伝の味噌を使うすき焼き。厳選した特選の黒毛和牛肉は見るからに美味しそうです。普段はコスパの良い居酒屋さんがほとんどですが、たまにこのようなプチ贅沢なお店もいいですね。スタッフの方がテーブルで準備をしてくれて、美味しい食べ頃の状態で取り分けてくれます。ではいただきます。めっちゃうまいです。柔らかくてとろけるような味わい、なんぼでも食べれそうです。子供の頃、私の家庭のすき焼きというと豚肉でした。大人になり初めて牛のすき焼きを食べた時の感動は今も忘れません。そしてこのような専門店のすき焼きは、お肉の美味しさはもちろん、家庭ではなかなか出せない抜群の味付け、幸福感を感じますね。すき焼きにはやっぱり白いご飯だよという人もいれば、私は今回きしめんを選びました。お肉や野菜のうまみがたっぷりと染み込んだきしめんも、これまた美味しかったです。コース料理だったのですが、先ほどのお肉の前には先付けやローストビーフ、風呂吹き大根など、先につまんで一杯飲むには十分な料理でした。こちらのすき焼き三幸舎さんは、中央区南四条西2丁目レコルト札幌、メルキュールホテル札幌の2階、分かりやすいのはすすきののサブロク線上にあるカニ将軍やカニ屋さんの道路向かいになりますね。夜にしか行ったことがなかったのですが、昼の部というのもあるようです。また総座席数は64席で、2名から4名の掘りごたつ個室から20名ぐらいの個室、あとテーブル個室もあります。美味しいすき焼きを食べたいとき、ご家族の記念日やお祝いごと、いつもよりちょっと贅沢なグループ宴会などにいいと思います。この日の締めは、キウイのアイスでした。ご視聴ありがとうございました。